よー、ティーボーン、準備はバッチリだ。マジでな。ハクティビストモード起動。なあ、どうやってブルームを倒す？まあ、そう焦るなって。ブルームにたどり着くには時間がかかる。俺がいてもな。私抜きでブリーフィングを。約束が違う。面倒をかけないようにと。面倒？全然。さあマーカス、始めましょう。オッケー。それじゃあ最大のデータ収集車を見てみよう。ヌードルだ。安売りの冷蔵庫からマニアックなポルノまで、検索するたび個人情報をかすめ取ってる。プロファイリングの基本だ。そう。知られてないのはそのデータにブルームの臭い息がかかっていることよ。あ、くそ。これはいい下洗い。ヌードルのデータはブルームがベルウェザーを強化し操るのに必要だ。この攻撃材料が手に入ればたくさんの標的を倒せる。俺の出番か。ヌードルをハッキングするには権限を入手してサーバーファームに入らなきゃならない。けど従業員じゃなければ敷地に入ることすら不可能だ。このヒゲが誰から知識を得たと思ってる？権限を得られるんだろ。ダメだ、今は目立つ行動は避けたい。面倒な奴に目をつけられてるんだ。マーカスが従業員のふりをするのは？ふり以上のことができるぞ、シタアラ。これ以上、例の話を。ヌードルバス、認証の抜け道を見つけといた。バスの場所へ案内する。そいつを運転するだけで運転手だと思ってもらえるぞ。そうか、やろうぜ。そうだな、やるとするか。へい。了解。さて GPS はどこだ？おい、座れ。大丈夫だ。大丈夫だ。GPS はどこだ？上。よし、 OK だ。いや、調子はどう？おはよう。いや、元気？いや、ゲイリー。いや。いや。これ以上怖くなってきた。どうした？白人ばっかだ。シリコンバレーへようこそ。なあ、千人の白人に囲まれた黒人をなんて呼ぶ？なんだ？大統領。一緒にいたら何か企んでると思われる。企んでるだろ。なあ、コーヒーは？いや、結構です。ザクロリンゴを試してみたら結構うまいよ。お気遣いどうもありがとうございます。いいよ、気にしないで。カーリン。ブロディ、大事な日だな。興奮する。君は自分が何を企んでいるか言えばいいんだよ。一体何が狙いで誰と話したかをさ。どうした？コーヒーを飲もうかと。ああ、そうか。人事部には素直に話すようだな。コーヒー飲めよ。気をつけろ。新人か？なあ。くそ、あのクソ野郎、マジで我慢ならねえ。やあ、ベッキー。こんにちは。やつは来た初日から目をつけてきた。さっきは人事部に話せとかほざきやがってよ。弱みを握られたのか。たく、どんくらいの懲役を食らうか分かってんのかな。俺がサーバーファームに入れれば全て消去できる。刑務所送りにはさせない。後で連絡する。いいな。ああ。あ？ザクロリンゴか。協力が得られなくて本当に残念よ。あなたには弁護士を雇うことをお勧めするわ。え？キーストロークを調べたの？
ええ、ありがとう。ミスター・カーリン、なんて謝ればいいのか。どうやら大きな間違いがあったようで。ああ、驚いたな。ええ、本当にごめんなさい。もう大丈夫よ。誤解が解けてよかった。おい、何かの間違いだろ。だってミスター・グッデール、座って。違う、こんなはずは。ここに座って。よ、転送の具合は。すげえ、マーカス、すげえよ。ブルームはヌードルのラインに入り込んでる。どうやら制限付きアクセスまで与えたようね。仲がいいのは結構だが、この件はドゥシャンの仕業だろうな。ブルームとヌードルにここまでの協力関係が。恐ろしい話ね。ヌードルはそこまでひどくないぞ。元気か、おいしょ。ダンプは楽しめ。だがビールは取っておけよ。レンチ、今からプログラムにかかる。やるぞ。よう、ありがとうな。お前には本当感謝してる。でも今は出てくれないか。みんなを不安にさせてる。何？ザクロリングは試したか。うまかったろ。君は貴重な情報を持っているようだ。さあ、レッドセックについて話そうか。